イエス様は私たち一人一人を愛して十字架にかかってくださり、三日目によみがえられました。今日もこの方は生きておられます。この年の初めに今日もこのイエス様に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。入ってますよね、はい。昨年は、湾岸戦争に始まり、そして、ソビエトの崩壊に終わった、まあ、激動した1年であったわけであります。世界史を見ましても非常に大きなこう激動が起こりましたし、また日本の国内を見ましても、バブル経済 の損失補填で有名なその株のですね、こう大きな問題が起こったりしまして、確かにこう大きなこう揺れがですね、起こってきた1年でありました。で、今年さらに神様の御手がですね、私の人生の中にまたこの国家的にもまた歴史的にもこう起こるであろうというふうにこう、まあ、想像がつく1年なのであります。で、その時にですね、神様がこの私たちに与えてくださった御言葉は何かと言いますと、もう一度お見せしますけれども、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでなさいというこの御言葉でありました。で、きっと私たちの人生の中に、また私たちのそのこの国家の中に、あるいは世界の中に、本当に今年も私たちの想像もつかないことや、無論嬉しいこともあるでしょうし、やはり残念なことや悲しいことも起こるかもしれませんが、そういういろんな事柄がこう許されてくる一年になるというふうにこう思うわけであります。で、その時に神様がイエスから目を離さないでいなさいとこう言っておられるわけですね。この御言葉に今日心を止めていきたいというふうにこう思っております。で、まあ、昨年は特に私たちの教会にとって非常に意味のある一年でありました。初めて病床洗礼を授けまして、そしてその病床洗礼を受けられた西本春さんが昨年私たちの群れから初めて、これは私の教会だけじゃなくてこの死の十字架の群れからでもですね、初めてだと思いますけれども、こう天に召されていったわけであります。そしてまあ、告別式をしてですね、天に召されていった一年だったわけであります。まあ、今年私の年賀状にはですね、そのことが書いてありまして、私たちの群れから一つの麦を天にお送りした一年でしたと、昨年はというふうにこう書いたわけでありますけれども、そのように私たちの教会にとっても非常に大きなこう意味のある一年だったわけであります。で、今年さらに神様が私たちのこの教会の中にも、お一人お一人の人生の中にも、きっとこう考えることのできないような事柄を許されることが起こってくるであろうというふうに思われます。で、無論それは素晴らしい面もあるでしょうけども、同時にこう理解しがたいこともあるかもしれません。その時にですね、ちょうどこのイエス様から目を離さないでるということ、このイエス様にしっかりと目を留めておくということをですね、この年の初めに、もし私たちはしっかり心にこう留めておいていただきたいというふうに思うわけなのでありますね。で、この箇所を話す時にどうしても心にこう思い浮かんできますのが、もう幾度も話してるんですけども、やはりこのお話だと思うんですね。何かと言いますと、日本で一番最初に殉教した26世人の話であります。で、26世人は12月の末に京都大阪で捕まりまして、1ヶ月かけてこの長崎まで歩いて徒歩と馬で来ました。そして船に乗ってですね、渡月につき2月4日の日に2月5日の日に西高の丘で殉教したわけであります。その中にですね、一人の最も最年少、満で12歳と言われていますけれども、門江で13か14だと思いますけれども、そのルトビゴ茨城という少年がいたわけであります。で、彼は、まあ、あんまり賢くはなかったと書いてありますが、しかしすごい明るい元気な子でですね、本当にこうどっちかというと湿りがちになりそうな旅を本当にみんなをこう笑かしてですね、笑わせて非常に明るくしていた少年だったわけであります。で、最年少だったんですね。その彼がこのずっと大阪で捕まってからこう歩いてきて、その佐賀の山本村というところまで来たときに、まあ、一つの選択を迫られたわけであります。その選択は何かと言いますと、彼があまりに可愛らしいので、あまりにこう明るい少年なので、その彼をその十字架につけてと言いますが、殺す側ですね、役人側の一人の人がですね、言ったわけでありますね。お前はあまりに可愛いと、こう殺すにはもったいないから、だから俺の養子になりなさいと、そしたらあなたはこれから50年間おいしいものを食べて、大名にもなれて、服もいっぱい着れて、刀もさせると、50年間将来は約束できると、だから私の息子になればいいと、こう言ったのであります。だからルドイゴ茨城という少年はですね、まあ、権威と秩序していたんですね。ちゃんとその26人のリーダーであるペトロ・バブチスタ神父という方に聞きに行くんですね。こういうふうにお役人さんが言っていますけれども、養子になっていいもんでしょうかって
ってこう言ったわけです。そしたらペトロ・バプチスタが、何も無理に死ぬ必要は何もない、だからもしあなたが信仰さえ守れるならば別に養子になってもいいから養子になったらいいよって言ったんです。そしたらレトベ言われてね、もうそれはもう言うまでもありません、信仰を捨てるなんてことは考えられませんから、それだったら信仰が良ければじゃあなりましょうかということで、もう一遍そのお役人さんのところに言うんですね。お役人さん、神父も別にいいと言っていますので、一つだけ条件があります。お役人何だってね、いや私はイエス様を信じております、でこの信仰だけはどんなことがあっても捨てることはできません、ですからこれだけは決して捨てることはできません、これさえ、いいのならば喜んで養子にさせていただきますと言ったわけですね。そしたらその役人さんがですね、もうびっくりをしまして、いやそれだけが困るんだ、他のことは何でも許してやろう、でもそのキリストを信じてるから今お前たちは殺されようとしてるんじゃないか、それさえ捨てればあとはどんなわがままでもどんな願いでも叶えてやる、それだけはダメだと言ったんですね。そしたらそのルドヴィ・バレイが言ったのでありますね、有名な言葉でありますけど、お役人さん、イエス様を捨ててこの地上で50年生きるよりイエス様を信じて天に帰る方がどんなに嬉しいことか分かりません。お役人さん、あなたの方こそ今ここでイエス様を信じて私と一緒に天に参りませんか、11歳の少年ですよがこう言ったのでありますね。で彼はその時その山本村という佐賀の方にあるんですけども、その村で神様を選んだのであります。お役人さんはそしてもうそれで諦めて仕方がないということで彼をそのまま引いていったのでありますね。彼はその時神様を選びました。そして彼はさらにその旅を続けたのであります。そしてその西田川の丘まで来た時にですね、まあ歩いてきたのでみんな疲れていたんでしょうけども、その丘の当時はあの丘が一番高かったそうであります。今はもうかなり違いますけども、あの一番麓まで来たらですね、彼はですねおもむろにですね走り出したんですね、パーッとですね、そして一番最初の丘の上に上がったわけであります。それでそこにいたですね、その十字架をこう釘打ってたりする役人に聞いたんですね。お役人さん、私が借る十字架はどれですかってこうね、そしたらその役人さんはですねパッと彼を見てですね、まあ小さいから分かるんでしょうね、一番小さい少年でした、こちらじゃって、そらあそこにあるあの一番小さい十字架だと指さしたんですね、ぶっきらぼう。そしたら彼はですねその小さな最も小さな十字架のところに走っていったのであります。そして彼は走ってその十字架を抱きしめてですね頬ずりし始めたので、これは実話です。このルドヴィゴ・バルギにとってはですね、どんな美味しいご馳走やどんなそのお大名になるという身分よりも神様を、そして十字架を、そして天国を彼はこう求めていたのであります。もし彼がそのイエス様から目を離してしまっていたら、彼がイエス様を信じる者に与えられる素晴らしい報いである天の報いにから目を離していたならば、彼は山本村できっとその養子になる方を選ぶことができたはずなんです。しかし彼はその時にですね、そちらの道ではなくてイエス様から目を向けて、イエス様にしっかりと目を留めて天の報いを、そして本当のものを、目には見えないけれども確かなものを彼は選んでいったのであります。で私はこのことを思うときにですね、いつも思っていたことです。これは何かと言いますと、ルドヴィゴ・イバラギは知っていたんですね。何をしてるの？彼は天国を知ってました。本当に天があることを、そして天に報いがあることを彼はしっかり知ってたんですね。そしてそここそが本当の住処であり、この地上が私たちにとっては気流の地であり、また私たちはここでは気流者に過ぎないことを彼は幼い頃の中に、そういう難しい言葉をしたことは分かりませんが、もう分かっていたんですね。そしてその素晴らしい報いからこう目を離さなかったのであります。私は今年ですね、皆さんが別に天国に帰るとは言いませんよ、しかし知っていただきたいんですね。私たちの人生の中にきっと今年形は違うでしょうけれども、選ばなければならないことがきっと許されることがあると思います。神様を選ぶのか、それとも地上のものを選ぶのか、その道をですねどちらを選ぶのか、神様の前に選択を迫られる時があると思うんですね。その時どうぞ覚えてあげたいんですね。聖書ははっきり言っています。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠である。人々の言葉や人々は私たちも含めて大きく変わっているけれども、神の言葉は常しえに変わることがない。私たちがこの見えないものに、そして神様に、イエス様に目をしっかり留めて、イエス様に目を留めて歩む時に、
私たちはその神様の道を選ぶことができるようになります。その報いは非常に大きいんですね。ゾビオイバライがそうやって26世紀に彼だけではありませんが、みんなこう十字架にかかりました。そして順番に殺されていくんですけれども、ゾビオイバライがですね、十字架の上でですね、もう一人少年がもう3人いるんですけれども、隣にもう一人いたんですね。アントニオという、アントニオっていうのは本当の本名がわからないんですね。その13歳の少年かな、12歳か13歳の少年がいました。約束してたんです。十字架の上で一緒にハレリアコーラスを歌おうと、詩編の112編か3編だったと思いますけども、歌おうと約束してたんですね。でこう十字架にかかった時にですね、十字架のすぐルドビガラヒの横にペトロバブチスタがいたんですね。聞くんですね、神父様もうそろそろ歌っていいですか。もうペトロバブチスタは十字架の上で黙想に入っていました。だからドビガラヒが聞いてもわからないんですね。もう自分は黙想していてですね、もう天国を覚えながらこう黙想してたんでしょう。そしたらもうサインがないので、ルドビガラヒはもういいんだと思って歌い始めるんですね。そしたらアントニオも一緒に歌い始めます。そして二人がですね、銀の鈴のような声で、少年ですからそうでしょう、まだ声変わりもしてないでしょうからね、その少年の銀の鈴のような声で二人がですね、その詩編の歌をですね、ハレリアの賛美を歌い始めたのであります。するとその時、その賛美にこだまをしてですね、その賛美があまりにこう素晴らしい賛美なので、たくさんのその見に来ていた人たちがその賛美に合わせて歌い始めたのであります。その結果どうなったかと言いますと、その西高の丘にハレリアコーラスですね、詩編の賛美をみんなが大合唱することになったね。そしてその中でこうやり手突き刺されながら殉教が始まっていったのであります。記録にはこう書いてあります。その時天国がそこに現れたと、こう書いてあるんですね。そして当時政府側の人はですね、この26聖人たちを殺すことによってクリスチャンたちが信仰を捨てて恐れを持って捨て去るためにやったのですが、結果的にはどうなったかと言いますと、その殉教を通してたくさんの方々がイエス様を信じ、今まで隠れていて臆病だったクリスチャンも、ああこんなに素晴らしい点があるんだということを確信してですね、その結果どうなったかと言いますと、私もクリスチャンです、どうぞ殺してくださいと言って大感謝に向かってどんどん出頭が始まってきたのであります。その結果、いや別に殺す必要はないと言ってですね、逆にもう手をつきようがなくなってしまったんですね。その26世紀の殉教をきっかけに長崎の町にすごいリバイバルが起こったと記録に書いてあります。非常におびただしい数の人がその後救われ、また今まで弱かった信仰がぐらついていた人々の信仰は引き上げられたとこう書いてあるのであります。一人の少年、またそれを含む26人の者が神様を選び、そして本当に見えないものを見ながら、イエス様に目を留めながら進んだ時に、素晴らしい祝福が彼らを通してこの地上にもたらされたのであります。そして長崎に住む多くの人々がイエス様を信じ、本当に見えないものを見ることができたのであります。神様は今年私たちの人生の中にいろんな選択を許されるかもしれません。でもその時どうぞ覚えてあげたいんですけれども、私たちがこのイエス様に目を留める時に、イエス様に目を向ける時に、私たちは本当に見えないものが見えるようになり、実は見えないものにこそ真実があり真理があることを霊的に悟るのです。ルドヴィゴ・ガラギはですね、こう無理をしてですね、頑張ってね、神様を選ぶんだとか言ってないんですね。これをどうぞ注意してください私たちは知らないながら頑張ろうとするんだけど、そうだよね、彼は知っていたのであります。神様の愛を、神様の素晴らしさを、そして天国を本当に知っていたのであります。彼は無理なくそれを選べたのであります。今日の説教の最後のポイントになりますけれども、なぜ彼は無理なく選べたんでしょうか。無論天を知っていたからです。なぜ彼は天を知っていたんでしょうか。それは彼がイエス様を愛していたからです。私たちが本当にイエス様を愛し、主を愛しているときに、私たちはイエス様から目を離せなくなります。でそのときに私たちは初めてイエス様の心が分かり、また見えないものが見えてくるのであります。子供ができて分かるようになるんですけど、親というのはですね、やっぱり子供のことを、まあ、不完全ではありますが、やはり愛しておりますし、また気になっております。でその結果ですね、結構子供のことは分かってしまうところがあるんですね。で他の子供のことでもあるけど分かりますけども、やはり自分の子供のことはですね、何も言わなくてもこう分かってくるわけです。で夫婦も、まだ私の母が知れたキャリアですけれども、やはり両親なんか見ていますと、こう数年
かなり熟年になってきますと、やはりこう分かってくるわけでありますね。何かと言いますと、そこにはこう愛があるからですね。本当に愛しているもののことはですね、こう分かってくるようになるんですね。口に出さなくても、また離れていても、いわゆるこう予的な言い方をしたら第6巻、ね、予的な言い方をしたらね、いわゆるピーンとくるってやつですね。まして聖霊をいただいている私たちが本当に主を愛していくときに、目に見えなくても主の心が、そして目に見えなくても主の愛が深く分かるようになってくるようになります。そしてこの天国というものはですね、なんていうか架空とか、あるいはこうなんか作り話じゃなくて、本当に実在する素晴らしい天国のことがですね、実感として分かるようになっているのであります。ルドベ・ウバラギはイエス様を愛していました。彼はただ単純に主が好きだったのです。そしてその結果、彼は本当に主が好きだった結果、天国に対する希望があふれていました。そしてまだ11歳というとですね、本当にけなげな少年で、食べたいものもいっぱいあるでしょうし、いろんなこともあったと思います。でもそんな素晴らしいどんなものよりも、このイエス様への愛が彼は勝っていたので、神様を無理なく選べたのであります。その結果どうなったかと言いますと、多くの人々がイエス様を信じ、イエス様に立ち返ってきたのであります。どうぞこの年、私たちお一人一人、お互いに本当に目に見えない方でも確かに生きておられるこのイエス様を心から愛して、イエス様にしっかりと目を留めながら共に歩んでいきたいと思います。みんな置かれている状況も違い、立場も違います。ですからその選ばれ方、選択の仕方は全く違うかもしれません。しかし確かに神様の道とそうではないこの世の道が私たちの前に置かれてくるでありましょう。その時に主を愛して、私たちはその見えない方に目を留めながら、見えない真実に目を留めながら主の道を選んでいきたいと思います。その時本当に豊かな報いがあなただけではなくて、あなたの家族にも親族にも、そして周りの方々にも溢れていくんですね。そのことをどうぞこう覚えながらこの年ですね、進んでいきたいというふうにこう思います。主がこのメッセージを今日念頭に語るように言われました。どうぞこのメッセージを覚えながら今年も1年間お互いに歩んでいただきたいというふうに思います。今日の今朝のディボーションは第1ヨハネの3章でしたけれども、そこに書いてあることは何かと言いますと、愛でありますね。どうぞ主を愛し、そして本当にお互い愛を持って歩んでいきたいというふうに思います。神様を選ぶことができる力は何か、それは主への愛の力であります。どうぞ覚えてください。私はどんなに頑張って神様を選ぼうと思っていても、私たちは弱い人間ですから、いざその場に立つといとも簡単に捨ててしまいます。私は自分にその弱さがあることをよく知っております。しかし私たちのうちに主への愛があるとき、そして主の愛が私のうちにあるとき、私たちは無理せず喜んで神様の道をこう選んでいくのでありますね。でそのことをどうぞ覚えながらこの年歩んでいただきたいというふうに思います。それではお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、この年の頭にあなたはこのヘブル書の12章2節、この教会が始まった一番最初に語られたその御言葉はもう一度開かれました。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエス様、今年も世界はきっと大きく変わるでしょう。またこの日本の国内にもいろんなことが、天災、人災、また政界、経済界にいろんなことが起こると思います。また私たちのこの教会の中にも素晴らしい祝福や戦いが許されるでありましょう。またお一人お一人の人生に、ご家族に素晴らしい祝福、また困難も時には許されることがあるかもしれません。しかし神様、どんなに周りが変わっても決して変わることのないイエス様、あなたに身を留め続けることができるように、どんなに人々が変わっても決して変わることのない主の御言葉に、キリストご自身に私たちがしっかりと目を留めて、その主を愛しながら主に従っていくことができますように、助け守り導いてください。そしてイエス様、私たちに主を愛する者に与えられる素晴らしい祝福を注ぎ、また私たちの家族や親族、また周りの方々に本当に主を愛する者に注がれる祝福があふれ流れ出ていきますように導いてくださることをお願いいたします。この教会を祝福してください。長崎の町を祝福してください。永遠の命で満たしてください。御国の喜びでこの教会を、そしてこの町を満たしてください。
そしてこの教会のメンバーであるお一人お一人を、お一人お一人のご家族を、ご親族を、神様この年どうぞ主の救いと愛と命と恵みであふれて満たしてくださることをお願いいたします。私たちの前にこの年置かれるいろんな選びがあると思いますが、私たちが主を愛して無理なく神様を選んでいけるように恵みによって導いてくださることをお願いいたします。イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたを賛美いたします。あなたを崇めます。感謝いたします。感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたしましょう。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しきの交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今ものちもとご支援までも豊かにありますように。アーメン。ただお座りください。短く黙祷しましょう。もし言葉や幻が見えた方はおっしゃってくださって結構です。この年、今までにないほどより具体的に国家に対する神の御手が明らかにされていくのをあなた方は見ていくでしょう。またこの年、あなた方の前に祝福の道がはっきりと見えます。しかしそれとともに敵が惑わしの道を置いてくることも覚えておきなさい。この年、主の祝福と恵み、また一方で主の懲らしめと裁きということが顕著に明らかにされます。今まで曖昧であったものが非常に明確にクリアにされていくのをあなた方は見ていくでしょう。私の愛の中にとどまりなさい。私はあなた方を愛しました。それは私はあなた方に恵みと祝福を注ごうとしています。それはあなた方に自由を与え、解放を与えます。その恵みの中にとどまり、その愛の中にとどまっていなさい。あなた方のうちに非常に深い霊的な自由と祝福が注がれるのを見ていきます。礼拝が大きく変わるのを見ていくでしょう。恵みが語られ、祝福が語られ、そして多くの恵みと祝福を具体的に生活の中で受けていくようになるでしょう。しかしその一方で戦いも確かに許されます。しかしその戦いの時にあなた方の内側は清められ、主を選ぶことを通して神の栄光を見ていくことをあなた方は知っていくようになります。あなた方は聞いてしていたことをあなた方はこの年具体的に体験して知るようになると主は忘れられます。この年の初めにあなた方は大胆に私に願いなさい。そしてそれを心に留め書き留めておきなさい。この年の終わりにその祈りが聞かれ、願いが聞かれていることをあなた方は見ていくようになるでしょう。あなた方はこの年の初めに大胆に私に心から真剣に願い、それを心に留め、また書き留めておきなさい。後の日にこの年の終わりにあなた方はそれがどのように答えられているかを見て驚くであろうと主は仰せられます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。明けましておめでとうございます。予言の言葉も覚えていただきたいと思いますけれども、どうぞ今年の頭にですね、ぜひ皆さんいろんな願いがあると思いますけれども、自分のことから家族のことから国家のことまであると思いますけれども、どうぞぜひ主に素直な心で大胆に求めて、予言にもありましたけど留めておくといいですね。そしたら年が終わるときに見たときにいろいろと見て驚かれるというふうに思います。